象下の彫刻アイボリーは色の一つ。アイボリーとも。マンモス、セイウチ、カバ、マッコウクジラ、シャチ、イッカク、イボイの獅子などの牙のことで、牙の色がこう呼ばれる。淡く黄色がかったややハイアジの白色。クリーム色をさらに薄くしたような色である。アイボリーホワイトとも言う。元来は、アイボリーは、象の門司そのものの灰色味を帯びた色。 アイボリーホワイトはそれを加工するために研磨した黄色味の白色であったが、現在ではほぼ区別なく用いられると考えて良い。なお、アイボリーブラックは、象牙を焼いて作られた黒色顔料、もしくはその色である。西洋では、象牙は、古くから重要な工芸材料あるいは建築材料であり、アイボリーの色名は古く1385年頃から見られる。 加工のしやすさや仕上がりの美しさなどから日本においても高級材料として珍重されてきた。現在では造毛の乱獲が規制されているため造毛そのものが材料として用いられることはほとんどないがアイボリーの色合いは暖かく落ち着いた高級感を演出する色として様々な場面で用いられている。日本では近代になって造毛色という語も使われるようになった。これは 伝統的な日本語の色名というよりは、英文学に登場する色の名前の訳語として生まれた名前である。日本古来の伝統色の中でも練色に近い色調で、純白よりも一層日本人の生活域によく馴染む。造下色という表現は、翻訳文学に登場する際は、エナメルや陶器などの色の形容の他に、北部ヨーロッパのコーカソイドの肌の形容に使われる例もある。 ありがとうございます。